平成21年新春学習大会を、開催させていただきます。本日は年始の忙しい中ですね、皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。それから本日は来賓としまして、経済産業省ソゲルダ産業室から渡辺室長、南沢課長補佐、菅根係長、それから、経済産業政策局から、吉田係長にご来賓として、お越しいただいております。それでは早速ではございますけれども、古田会長から年初のご挨拶を頂戴したいと思います。